今ご覧いただいているのは岐阜羽島インターの現在の様子ですが、車上下ともスムーズに流れていますね。午後4時45分現在、渋滞しているところは、明神の上り一宮インター付近を先頭に4キロ、そして中央道を下り小牧ジャンクション付近を先頭に2キロ、10キロを超える目立った渋滞はなさそうです。 そして明日の渋滞予測もご覧いただきましょうネクスコ中日本によりますと東名の上り東郷パーキングエリア付近で午前7時ごろに10キロの渋滞名神上り一宮インター付近で午後3時ごろに15キロの渋滞そして伊勢湾岸道上り富島インター付近で午後6時ごろ10キロの渋滞などの見込みとなっています明日以降も皆さん安全運転でお出かけください